桂ツ金次は落語家の名前。二代目の死後は秋名跡となっている。二代目桂ツ金次は東京府豊玉郡杉上町出身の落語家、俳優、タレント、司会者。本名は田辺美き夫。桂ツラコ事務所所属。提供商業学校卒業。元俳優の山岸会は孫である。1947年、二代目桂ツ文寺に入門して、 落語家となる。時代の名人候補として将来を職望されたが、川島雄造の要請で映画俳優に転身。昭和中期から映画やテレビドラマ、バラエティ番組に数多く出演し、ことにワイドショーの名刺会社として名を馳せた。平成以降は放送メディアに登場する機会は少なくなっていたが、全国各地で講演活動を展開しており、 落語を講演する機会もあった。江戸前の歯切れの良い滑舌で、講座では古き良き時代の江戸落語を聞かせていた。芸名の通りもともと落語家であったが、その後長らく俳優、司会者、タレントとしての活動が続き、落語家としては回転休業状態だったが、1980年代、初頭、2000年代から2011年までは、落語家としても活動していた。 陸軍特別幹部候補生だったが、終戦。金もなく、着物を着てできる職業ということで、落語家を選んだ。落語家になるために、新宿末広亭の楽屋に通い、誰にも入門できないまま、前座の下でさらに下働きをしていた。落語家は、前座の弟子を食べさせる義務があるが、食料事情が悪すぎるため、 全座一人分の食料を捻出できる落語家がほとんどいなかったのである。しかしよく働く小金地の姿に当時の日本芸術協会副会長二代目勝ツ小文治が目をつけ小文治の方から入門を持ちかけた。小文治はもともと髪型話し家であり常に関西弁のみを喋るため入門を躊躇したが副会長の県政ははためにもすごいように見え、 入門を決意した。古文字よりもらった署名は、桂子だけ。古文字は、話は、よそ言ってなろうてこい。わしからは、芸人としての生き方だけ覚えていったらええのやと言い,い、小金地に一切稽古をつけなかった。小金地は、喫水の江戸っ子、それも魚屋のせがれである。もし稽古をつけていたら、せっかくの、江戸らしさが失われていただろう。二つ目になった後、 小金地のファンでもある小畜大船撮影所の川島雄三監督が小金地の出演していた東京、神田の寄せ、立花を訪れ、そこでじきじきに川島に誘われて抜擢される。その時、川島雄三は師匠の小文寺に良い話かを一人だめにします。お許しくださいと手をついたという、一本目の映画、こんな私じゃなかったに、に出演。拘束時間1日。 ギャラ5000円だった。映画は好評で、川島により起用され続け、単発契約で何本か出演した。それらも好評で、川島の所属する小竹は、小金地と専属契約を結びたいと考え、小金地に対して、映画出演1本あたりのギャラを提示した。その時小竹は、片手の指5本を開いて示した。もともと映画1本のギャラが5000円という、 約束だったので、小金地は当初これを5000円と解釈し自分の1月の稼ぎより多いと考えていたら、実は5万円という意味だったので狂気した。ちなみにこの時の条件は年間6本の出演義務であった。念のため、師匠の小文字に契約した方がいいか断るべきかを聞きに行くと、即座に、アホ、落語やってたら、そんな金一生かかってもようもらえんで、 と返されたという。結果、小竹との専属契約は無事締結された。今度はいずれも軽い役でなく、長い日数拘束される。スケジュール上なかなか寄せに出られないことから、日本芸術協会から事実上脱会状態となった。以降、フリーの落語家となり、落語家としては、どこの協会にも属していない。しかし指定関係を大事にし、小金地は修正にわたり、 小文字を師匠と仰いだ。小金地が名を返そうと小文字のもとを訪問すると、アホ、師匠に名を返すなんてお前、いつから偉くなったんじゃ師匠が名を取り上げるのでもある前に、小金地、これからもしっかりやりやと、師は、小金地に名を返上しなくていいと告げた。そのため、落語家としての名も返上していない。小畜時代の川島雄三監督は長く、 小金地を起用し続けた。しかし、1954年に川島が日活に単身移籍し、コンビを解消。だが、その川島が今度は東京映画に移ると、小金地も1959年、東方に移籍し、再びコンビを組み活躍。1961年、今度は小金地が日活に単身移籍し、コンビを解消。その日活では、 スターとして迎えられ、1962年から1963年にかけて4本の主演作を残している。他は脇役が多く、その日活には1965年まで在籍。そこの欧米屋俳優、カツラコは弟子である。上述したように、小金地は落語界では真打ちになっていないので、本来のしきたりから言えば、小金地を師匠と呼ぶことはできない。 しかし、テレビですっかり大看板となった小金地は、芸能人仲間から、よく、師匠と呼ばれるようになる。どうしたらいいのか師匠、小文寺に聞きに行った小金地に対し、小文寺は、小金地が師匠と呼ばれて何がおかしいのか、と悟した。よって、晴れて、師匠と呼ばれて良い許可をもらったのである。2000年代は、大工調べ、禁酒番や、味方一両存。 芝浜などの演目を演じた。小金地が映画会入りしてから上がった講座は次の通り。以降、17年間完全に沈黙。以降、国立演芸場や横浜賑わい座などを借り切って、独演会形式で活動を再開。また、季節の名人会に呼ばれることもあった。1983年の本田寄せの講座はソニーミュージック。 京子ともみつにより LP 化されている。2004年7月19日、神田白達、桂古金寺二人会と2006年5月30日の独演会は以下の通り CD 化されている。テレビ朝日のテレビ番組、末広演芸会の司会を務めた。落語はしなかったものの、収録会場の新宿末広亭には定期的に足を運び続けていたのである。ありがとうございます。